幕末史に燦然とその名を輝かせる坂本龍馬、短くも鮮烈な彼の生涯を語る上で欠かせないキーワードの一つが海だろう。龍馬と海を関連付ける象徴的な出来事として有名な海援隊の結成がある。この組織はその名や文字列から想起されるイメージとは異なり、純然たる戦闘集団というわけではない。龍馬が表した海援隊役記に記載された隊の目的には、運輸車利買付陶器本藩の応援という言葉が確認され、実態としては今日いうところの海運業を中心とした商社や企業に類するものだったことが知られている。車利とは利益、すなわち組織の目的として利潤の追求を明示しており、身分や藩を超えて大使を受け入れ、なおかつ正式には土佐藩の所属でありながら運営には他藩からの資金援助も利用していたことから、近代的な株式会社のような組織の先駆けとしても位置づけられている。さらに海援隊には日本史上極めて重要な事件の当事者として関わることになるエピソードが存在している。それは海援隊が運用していた船いろは丸と紀州藩の軍艦名幸丸が海上で衝突、いろは丸が沈没してしまうといういわゆるいろは丸沈没事件だ。これは単なる海難事故としては終わらず、万国公法を根拠とした国際法に照らし合わせて海援隊は紀州藩の責任を厳しく追及、紀州藩が莫大な賠償金を支払うことで決着するという日本初の海難審判とも称される事件として記憶されることになる。そして陰に火に立ち回り、その交渉を完全勝利へと導いたのが海援隊隊長坂本龍馬だったのだ。だがしかし、一見正当な法的根拠に基づいたこの事件の結末には不可解な点が多く残されている。その最たるものが最終的に7万両日本銀行高知支店の試算によると、事件当時1867年の1両は196,135円という額に上った。賠償金の根拠となった船の積み荷も存在だ。龍馬らは事件当時いろは丸は大量の銃器や金塊を積んでいたと主張しており、それがために船体そのものの賠償額をはるかに上回る金額へと膨れ上がったのだ。この交渉を成功させた裏には果たして何があったのか、そして現代の調査で明らかとなったいろは丸の驚愕の真実を通して浮かび上がる坂本龍馬という男の恐ろしさとは、事件の経緯を順に追いながらその顛末を見届けてみよう。おさらい海援隊について。事件のあらましについて触れる前に、海援隊という組織について今一度おさらいしてみよう。海援隊は正式には土佐藩所属の外部機関であり、貿易や輸送を中心に行う海軍と商社を融合させたような役割を担っていた。隊長である坂本龍馬はもともと幕臣勝海舟に見出されて、幕府の海軍士官養成機関神戸海軍操練所や海舟の私塾に関係することとなり、この頃に船乗りとしての基礎的な技術知識等を身につけたとされている。やがて金門の変での職責を追及された海舟の失脚に伴って神戸海軍操練所は閉鎖、龍馬を筆頭としたその時のメンバーが中心となって亀山社中が結成されることとなる。亀山社中は輸送交易貿易などを中心としながら、操船や航海術の習得あるいは海事訓練を行いつつ、薩長同盟へとつながる政治的な活動に奔走するなどの活動をしており、龍馬の脱藩罪が許されたことによって海援隊へと改称したものである。ちなみに亀山社中時代に長崎のグラバー商会から薩摩藩名義で大量の重火器類を長州に買い付け斡旋したことが後の薩長同盟締結に向けての重要な布石となっており、また第二次幕長戦争長州征討時小倉淵の戦いでは専用船輸入恩号を龍馬自らが指揮し長州陣営として参戦している。これらのことからも亀山社中海援隊が戦闘能力を有した商社として歴史の転換に大きく関与してきたことが理解できる。いろは丸事件の概要。いろは丸とは大衆藩現在の愛媛県の一部の所有するイギリス製蒸気船であり、全長約54メートル、幅約 5.4 メートル、重量約160トン、機関出力45馬力、3本のマストを備えて搬送も可能という諸言が記録されている。海援隊はこの船を大衆藩から一航海15日間500両という使用契約によって運用しており、事件当日は長崎から大阪に向けての航海途中であったことが知られている。その当時海援隊で運用可能だった蒸気機関を搭載した船はいろは丸だけであり、まさしく虎の子の一隻であったことと思われる。事件の大略はこうだ。慶応3年4月2、3日西暦では5月26日午後11時頃、現在の岡山県笠岡市六島付近において紀州藩の軍艦名幸丸と衝突、
乗組員は3名の負傷者が出たものの全員無事だったが、いろは丸は自力航行が不可能なまでに破損、明光丸によって最寄りの港へと曳航途中ついに沈没してしまった。前述のいろは丸の証言に対して紀州藩の明光丸は、同じくイギリス製の蒸気機関船で、全長約 73.8m、 幅約 9m、 重量約887トン、機関出力150馬力という大きさであり、船体重量にして実に5倍もの差があったことが理解される。大阪方面に精進していたいろは丸と、逆に長崎方向へと投進していた明光丸が同一航路上で鉢合わせる形となり、いろは丸が取り舵左方向への転舵によって衝突の回避を試みた。だが明光丸が重舵右方向への転舵を取ったことによって衝突コースに突入、その後左に転舵するが間に合わず、いろは丸右舷に衝突し破損させてしまう。そして明光丸は機関交代で距離を取り、乗員救助のために雪原を試みるも、機関出力の強力さゆえコントロールがうまくいかず、あろうことか再度衝突し、この時のダメージが致命傷となっている。は丸は曳航途中で沈没したとされている。その後上陸先の友の浦にて両艦の士官の間で3日間にわたって賠償に関する討議がなされたが、決着せず、結局明光丸が出航したため目的地である長崎において再交渉がなされることとなった。やがて交渉は土佐藩と紀州藩という国家レベルでの問題に発展。当時の航海日誌や談判記録を改めて過失を厳しく追及し、冒頭で述べた通り紀州藩が莫大な賠償金を支払うという結末を迎えている。だがしかし、この交渉は明光丸の身の過失が引き起こした完全懲悪の物語などではなかった。実はいろは丸にも極めて重大な落ち度が存在していたことが分かっているのだ。しかもこれは議論のテーブルだけで導き出されたものではなく、坂本龍馬らによる周到な裏工作が実現させたものだったのだ。それらについて触れる前に、両船の衝突事故の経緯をやや細かく見てみることにしよう。事故経緯について主に紀州藩サイドの記録から。現代でも船舶同士の衝突という海難事故は決して珍しいものではない。特に航路が限られ狭隘な水路を通り抜ける必要のある場合などは、一層その危険性が増すであろうことは想像に難くない。しかもいろは丸事件は夜間に起こった出来事だ。運悪く衝突したのもある意味では不可抗力なのかもしれないと思う方もいるだろう。だが同時に、そのようなリスクがあるのならば、あらかじめ何らかの対策を施しておいて叱るべきではないだろうか、という素朴な疑問が浮かび上がってくる。通常、船舶が夜間に航行する場合には、その存在を周囲に知らしめ、衝突などの危険を回避するための重要な規則が存在している。それらは合理的な安全対策として取り決められ、これを遵守することが船舶の運用上求められていた。ところが、この夜間航行に関する規則について、いろは丸は重大な違反を犯しているのだ。その経緯を明光丸艦長であった高柳楠木之助の語った記録を中心に見てみよう。明光丸は事件当日の午後11時過ぎ、西方の左舷前方にライトの明かりを確認している。すなわち船舶が航行していることは認識できたものの、それがどの程度の規模の船であるのかはその時点では把握することができなかった。だが両船は予想外の速度で接近。明光丸がいろは丸の規模を確認した時にはすでに衝突コースに突入していたのだ。なぜ船のランプを確認していながらその船体規模を予測できなかったのか。この事故についての重大なポイントがここにある。船舶の夜間航行で最低限点灯すべきランプは3箇所と言われている。すなわちマストに灯すセインランプと、両舷側に灯すルーフランプだ。事故当時明光丸はマストに白色のセインランプを、左舷には赤色、右舷には青色のルーフランプをそれぞれ点灯していた。これらのランプによって船の大まかな高さと幅、そして右舷と左舷の向きから大体の進行方向が暗闇の中であっても他の船から認識できるようになっているのだ。ところがいろは丸はこの時白色のセインランプを一つ点灯しているのみで航行していたのだ。そのために明光丸側では衝突直前の距離に接近するまで相手の船体規模を把握することができず、回避行動が遅れてしまったという。反無灯化航行だったいろは丸。想像してみてほしい。明かり一つない真っ暗闇の中、あなたはヘッドライトのつかない車を運転している。そこへ向こうからぼんやりとした明かりが一つ近づいてくる。それが自転車なのかバイクなのか、あるいは懐中電灯を持った徒歩の人間なのかもわからないうちに、予想外の速さで距離が縮まり、
回避しようとハンドルを切った時に、ようやくそれが片方のライトが故障した車だったことに気づく。そしてあろうことか、それはこちらと同じ方向にハンドルを切ってきた紀州藩の名工丸にとって、いろは丸との衝突はまさにこのようなシチュエーションであったことがわかるだろう。お互いが共に蒸気船であったことも事故を大きくした原因の一つであったようだ。パワーのスピードも搬送船のそれとは比べ物にならず、またそれぞれの乗組員も最新鋭の機関船についての限度という点では心もとない面もあったのではないだろうか。ちなみにこれは蒸気船同士の衝突としては日本初の事故事例とも言われている。転じて一方のいろは丸側からしてみれば、セインランプとルーフランプを規定通り点灯していた名工丸の規模と進路は十分に把握できたはずであり、この衝突事故に関してはどう考えても海援隊側に非があるとは思わないだろうか。事実海難事故の事例に照らし合わせて検討した場合、現代の法律専門家の視点からでも裁判で海援隊が勝訴できる可能性は低いという声がある。無論その後2度目の衝突は名工丸の過失であり、それがためにいろは丸が沈没したことは動かしようのない事実ではあるが、そもそもの原因はやはり海援隊の船舶運用に重大な不備があったことに起因しているのではないか。だがそれにもかかわらず結果として紀州藩は莫大な賠償金を支払うことに同意している。この不可解な決心に至るまでのプロセスにこそ海援隊を導いた坂本龍馬という男の真の恐ろしさが隠されているのだ。次にこの事故に関する談判の経緯と問題となった双方の主張する争点について見てみることとしよう。いろは丸と名工丸、それぞれの主張と争点。上陸した友の裏での談判が平行線をたどり、名工丸の目的地であった長崎において本格的に交渉が持たれたことは前述した。この談判では紀州藩からは名工丸艦長の高柳楠木の助らが、いろは丸側からは船長の小谷幸三、そして海援隊隊長の斉谷梅太郎らが出席している。無論この斉谷梅太郎とは誰あろう坂本龍馬の有名な編名である。談判は事故原因についての責任追及が主題となっているが、両船の航海日誌や記録類を交換して検証するという徹底した方法が取られ、おおむねその争点は以下のものに修練していったという。名工丸側からはいろは丸がセインランプしか点灯していなかったこと、いろは丸側からは衝突時に名工丸甲板上には見張りに必要な士官を配置していなかったこと、そして2度目の衝突で致命傷を受けたこと、以上をそれぞれの決定的な責任として主張していた。そう、マストと両舷側のランプを規定通り点灯していた名工丸にも落ち度はあったのだ。だが果たして甲板上に見張りの士官を配置していたところで本当に事故を防ぐことができたのだろうか。その主張にはやや無理があるように思えてならないが、いろは丸側はその2点についての責任を徹底的に追及する姿勢を貫いたようだ。やがて交渉は土佐藩三世後藤正二郎と紀州藩勘定奉行茂田一次郎とのやり取りとなり、正式に反対藩の問題として決着が試みられるようになった。土佐藩側にとって談判の最終的な目標は、いろは丸本体に加え一緒に海に沈んだとされる大量の積み荷についての賠償金を紀州藩に支払わせることにあった。土佐藩側はいろは丸には前奏式ライフル不標銃の一種であるミニエ銃などの銃火器類および相当量の金塊を積載していたことを主張し、船体そのものの代金と合わせて実に83,500両余りもの賠償金支払いを紀州藩に求めたのだ。土佐藩がこのような強硬な姿勢で臨んだのには、国際法として普及しつつあった万国公法を根拠としていたためとされている。そしてそのシナリオを用意したのが坂本龍馬だったと言われているのだ。だがしかし厳密に万国公法に依拠した裁判を見送ったとすれば、むしろいろは丸の不備がより際立つ結果となるのは明白だ。事実名工丸艦長の高柳は航海日誌や交渉記録を英訳、英国海軍艦長にコンタクトを取り独自に事件の解決策を模索していたのだ。そのアドバイスを受けて龍馬らの万国公法を根拠とする主張を十分に論破することができると判断していたらしい。それにもかかわらず最終的に紀州藩は賠償金の支払いに同意、薩摩藩の五代友厚の仲介によって賠償金は7万両にまで減額されたものの、やはり一方的な結末であろう。それには坂本龍馬の裏工作と幕末ならではの繁盛性という法を超えた次元での問題が深く関連していたのだ。龍馬の世論扇動と紀州藩の弱み。万国公法によって紀州藩の責任を追及した龍馬は、おそらくまともな裁判では土佐藩にとって部が悪いことを十分に理解していたことだろう。その証拠とも受け取れるのが主に長崎で行った裏工作だ。
これは民衆に事件のあらましを周知させ、紀州藩が土佐藩の船を沈めた代償は国をもってあがなえという内容の歌を流行させたという。すなわち紀州藩側に全ての責任があるかのような印象を民衆に植え付け、世論を味方にすることに成功しているのだ。また京都の版元に万国広報の印刷を発注していることからも、国際法の存在を広く印象付ける目的もあったものと思われる。これらの動きに対して紀州藩は敏感に反応したのではあるまいか。それというのも、直近の第二次幕長戦争徴収政党では、紀州藩は近代的な様式軍隊を投入した徴収藩に大きなダメージをかぶったばかりか、高額な軍資金の徴収や藩主への不遇などから幕府に対しても不信感を募らせるなど、そのポジションに対して細心の注意を払うべき時期にあったのだ。おそらく海難事故をきっかけとして徴収藩と親密な土佐藩を敵に回すことは得策ではないという政治的判断が働いたのではないだろうか。そのような紀州藩の弱みを十分に読み切った上で強引な賠償請求を行ったのではないか。そのような情勢下にあったからこそ、龍馬の裏工作も絶大な効果を発揮したことだろう。そもそも当時の藩という概念は現在でいうところの都道府県とは異なり、それ自体が一つの国家とも言うべき機構であったことが知られている。つまりいろは丸沈没事件は高知県と和歌山県の問題ではなく、国家間の危機管理に関わる防衛上の重大事項にまで発展したものだったのだ。土佐藩や龍馬はむしろこれを好機として捉えた可能性も否定できない。徳川御三家の一つである紀州藩が外様藩の土佐藩に揺さぶられるというのも、幕末という時代を象徴する出来事として感じられる。近海はなかった、いろは丸驚愕の真実。1989年、友を愛する会の有志らによって発見された沈没船いろは丸は、その後複数回の学術調査を受け、現代に再びその存在を浮かび上がらせた。以降水中考古学の専門家らによる潜水調査の結果、判明したのはいろは丸に隠された驚くべき事実だった。その最たるものは、龍馬らが賠償金請求の根拠とした重火器や金塊などの積み荷の数々に関してであり、これまでの調査ではそれらの痕跡は見つかっていない。実は事故当時、明光丸乗組員はいろは丸に積み荷の内容を尋ねており、その際にいろは丸乗組員は米や砂糖などが中心であり、量もそう多くはないと明確に回答しているのだ。2005年の調査では、いろは丸に積載されていた物品が多数確認されており、刀装具によく使用されるサメ川岩塩の皮や顔料などとして用いられる水銀紙などが新たに発見されている。しかし重機類については部品すら確認されず、どうやら金塊や大量の重機を積載していたというのは、龍馬が打った一世一代の大芝居であった可能性が濃厚なようだ。歴史は龍馬をどう評価するのか。これらいろは丸沈没事件を通して、紀州藩から莫大な賠償金を得ることに成功した坂本龍馬の事績について、ある人は胸のすくような英雄譚として、またある人は巧妙な策略を用いた悪質ともいえる所業として捉えているという。確かに一方から見れば英雄にも悪役にもなり得る際どい活躍であったことは事実であろう。だがこの事件に関しては、現代的な感覚でいうところの善悪では計り知れない部分の方が大きいのではないかという思いもあるのだ。先述した通り、当時の藩というものは国家そのものであり、なおかつ幕末という旧来のパワーバランスが大きく転換しつつあった時代においては、その一挙手一投足が未来を左右する重みを持っていたのではないだろうか。龍馬たちはおそらくいろは丸沈没事件をただの海難侵犯事故とは捉えていなかったに違いない。銃や闘争によらないもう一つの戦争そのものの規制で臨んだのではあるまいか。事件は紀州藩が賠償金を支払うことで一応の決着を見るに至ったが、明光丸艦長の高柳はこの判決に納得しかねていたことが伝わっている。そのためあまり知られていないことではあるが、長崎において龍馬暗殺を計画したことが伝わっている。龍馬はその時すでに統治を離れていたため未遂に終わったが、もしかすると終焉の地が京都ではなく長崎になっていたかもしれないのだ。紀州藩が支払った賠償金は一旦土佐藩が預かる形となり、その後龍馬らに支払われる予定となっていた。だが支払いが完了したわずか8日後、龍馬は京都大宮でその命を散らしてしまう。下手人が誰であったのか、宙に浮いた莫大な賠償金がその後どうなったのかという疑問についてはここでは触れない。ただ真っ先に容疑をかけられたのはやはり紀州藩であったことが知られており、海援隊陸援隊の大使らが紀州藩士三浦九太郎を襲撃、警護に当たっていた新選組と衝突する、いわゆる天満屋事件が勃発している。
下手人が誰で、どのような組織の意向を受けたものであったかはともかく、龍馬はある勢力から見ればこれ以上ないほど危険な人物として認識されるようになっていたことは疑いようのない事実であろう。それは近代的な武装と訓練を施された洋式軍隊や白兵戦能力に優れた剣術者の個人的な戦闘力など、目に見える形での武力ではなく法や情報を巧みに利用した新しい時代の戦いを見せつけた龍馬の恐ろしさに由来するものであったのではないだろうか。最後に名工丸館長高柳楠木之助が見た龍馬と海援隊の印象について紹介しよう。事件後四半世紀を過ぎた高柳は記憶の薄れている部分があることを断った上で、龍馬の印象についてこう答えている。王道言論党派存外正直温当の辱なれとも、なかなか大胆不敵の人物。一方海援隊については司法不老教官の帽子集合し、たる海援隊と評しており、それらの混沌とした様子がまるで目に浮かぶかのようだ。身分も出自も超え、同じ目的のもとに集った海の男たちと彼らを束ねる坂本龍馬、いろは丸は新時代の到来を象徴するかのような個性豊かなクルーが乗り組んだミステリアスな船として映ったに違いない。主要参考文献。南紀徳川氏に記されたいろは丸事件、橋本歴史研究会報第252号、岩倉哲夫2011、橋本歴史研究会、高柳楠木之助の記録から見たいろは丸事件、橋本歴史研究会報第269号、岩倉哲夫2013、橋本歴史研究会、坂本龍馬歴史の波涛に挑んだ青春1991学研。